ブレイクスルーアドバタイザー部門は YouTube 広告を活用してこれまでに蓄積された実績がない中でも果敢に挑戦し、優れたビジネス目標を達成したキャンペーンを表彰します。ファイナリスト入賞作品はこちら。ブレイクスルーアドバタイザー部門部門賞に輝いたのは、オリックス不動産株式会社、どうせスキップできない広告ならペンギンの話です。どうせスキップできないならペンギン。よもぎに彼氏ができた。実に10年ぶりだ。相手には持ち家が4つもあった。続きは墨田ペンギン相関図で。京都ペンギン相関図、墨田ペンギン相関図の認知拡大、また固定化しつつあった既存ファン層だけでなく、ターゲティング配信を通した潜在顧客層へのアプローチ、競合施設との明確な差別化、両館のブランド価値向上を目指して制作しました。スキップ不可のインストリーム広告に多少のストレスを感じるというユーザーインサイトに着目し、その気持ちに寄り添い印象を逆転させるアウトプットに注力。冒頭からどうせスキップできないならペンギンの話という言葉とともに、ペンギンたちのストーリーをシンプルかつ上質に提示しました。相関図を見たくなる作りが功を奏し、クリック率は KPI に対して 151% を達成。ローンチ当初から SNS 上での好意的なコメントと来館やサイト訪問を報告する投稿が広がったことで、メディアにも取り上げられ、認知母数拡大を図ることができました。このクリエイティブはですね、本当に新しいチャレンジがふんだんに要素として盛り込まれていて、従来ブランドとして大切にされていることと、その内容をですね、しっかりとこうストーリーに展開されて、どうせスキップできないというところをフォーカスし、そのブランド自体も好きになりし、実際に水族館に行ってみたいという気持ちになる、とても素晴らしい作品だったと思います。あえてどうせっていう言葉から始まるんですよね。つまりどうせスキップできないならって入った時に、うってこう一瞬止まるんですよね。しかも癒されるような優しいコンテンツに仕上がっているので、この YouTube の広告の特性を逆に逆手に利用して、癒しの時間に変えたっていうところが一番の素晴らしいところだと僕は思います。ずっとこの育ててきたペンギン相関図ってコンテンツをさらに新しいメディアにおいて、新しい挑戦やり方で挑戦してるなっていうのはすごくいいかなと思っていて、それがみんな大好きだったポイントかなと思います。